正田駅は、岐阜県本須市にあった名古屋鉄道伊ビ線の駅。伊ビ線の前身である、美ノ電気軌道によって1926年に開業した駅である。戦後の1962年には、駅舎が改築、その10年後には、無人駅となっている。伊ビ線は2005年に全線が廃止され、これに伴い、当駅も廃駅となった。ホーム2面2線の交換可能駅であった。 エビ線では当駅以外に、尻毛駅と美野保、宝駅が交換可能駅であったが、この二駅は上り線が片側分岐する形態であったのに対し、当駅は上下線とも Y 字に分岐する形態を取っていた。岐阜バス、マサダバス停エビ名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。 地方鉄道運輸開始、官報1926年4月13日、ABC、岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、220から230ページ、ISBN4 から876700974、名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、 1994年、881ページ。今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎、2008年、52から53ページ。ISBN 978から4から10から79万25から8。川島慶造、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜県一、創始者、1997年、143ページ。 ISBN4 から794207964。堀行きを、日本の路面電車現況名古屋鉄道岐阜市内線、美濃町線、鉄道ピクトリアルナンバー6882000年7月号、臨時増刊鉄道図書館公開、P181。ありがとうございます。